さんごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による、 BLCD 好き、 BLCD に興味がある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。今日も篠先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアラブものって言われるジャンルの作品をご紹介したいと思います。お待ちしておりました。はい、まだね、経験したことないんで本当に拙い情報しかないです。歴史の不女子の皆さんはね、大体アラブものって言ったら想像がつくと思うんですけど、まあ、とにかくね、とんでも展開が多くて、両作に巡り合うのがなかなか難しいんですよ。まあ、定番の展開としては石油王だとか、はいはい、あと奴隷商人にさらわれたりとか、あと王族のハーレムに囚われたり、闇オークションとかもよくあるんですよね。私、闇オークションっていう言葉を一番聞いてんの多分篠先生の口から闇オークションって何みたいななんか前に闇オークションもののね、やつもあったじゃないですか、うん、紹介した中で、あれねみたいなあれです、あれです、まあ、そもそもさ、BL はファンタジーって言ってんだけど、ね、うん、アラブものがもう飛び抜けてファンタジーです。でリアリティとかも気にしてたら負けなジャンルだと思う今日ご紹介する作品は、はい、王子と小鳥です。これね、アラブものの中でも上手にまとめられて品のいい作品だと思います。貧乏美大生鈴木圭一が目覚めると、そこは砂漠の国のオークション会場だった。借金の方に奴隷として出品された彼が強欲な第一王子の手に落ちようとしたその時、その弟であるハーリド第二王子によって買い上げられる。ハーリドの奴隷となった鈴木は日々逃亡を企てるが、王子の優しさに少しずつ惹かれ始め、主人公の鈴木圭一、これは田地祐樹さんが演じてらっしゃって、圭一は祖父が残した借金の方に拉致されて、砂漠の国の奴隷オークションで第二王子のハーリドに買われて、王子の宮殿に囲まれるのね。で、まあ、このハーリドを演じてるのが小西克幸さんです。おお、いいですね、はい、なんかぴったり、すっごい似合うんですよこの配役。圭一はすぐにハーリドに抱かれてしまうのかと思いきやーハーリドから弟の王子のミシャーリに日本語を教えなさいって命令される。で、圭一は幼いミシャーリに日本語を教えつつ、で自分もアラビア語を勉強しながら何度も逃亡を図っては捕まる。夜はハーリドの腕の中で眠る生活を送るんですよ。で、寝食を共にして、まあ、ハーリドの優しさとか愛情に触れていくうちに、圭一も彼にじわじわと惹かれていくわけですね。でね、実はこの砂漠の国には弟の兄に逆らってはいけないっていう国の掟があって、なるほど、ハーリドの兄の第一王子はその掟を傘に着て、まあ、傲慢で自分勝手に好き勝手に弟たちを虐げてるのね。その傲慢な第一王子に圭一は目をつけられて、おお、やばい、兄に逆らってはいけない、ハーリドはどうするのかっていうところがこの話のピークなんだけど、確かにめちゃくちゃ気になりますね。でしょ、どうすんのどうすんので、今日再生するところなんですが、王子と小鳥のトラック5と6、圭一とハーリドとハーリドの弟のミシャーリが大人になったらなりたかったものについておしゃべりするところから、圭一が第一王子に目をつけられて、さあハーリドはどうするっていうクライマックスまでをね、聞いてもらいたいと思います。楽しみ。それでは参ります。はい、ゴー。なんでなの？鈴木主演かなんかですかね。全員可愛いんですけど、買われたとはとても思えないぐらい和やかなんですけどまさか、羊と交換なの？なるほど、わからん。アラブものです。やだー、びっくりしてる。鈴木って呼ばれてんだ。鈴木、国に戻ってきたら俺は王子じゃなくなっているかもしれないな。あれ、気のトラックになってるんじゃないんですかねアラブモノ BL はおとぎ話のようなソフトタッチのものから、監禁、凌辱、調教などのヘビーなものまで、アジアとも西洋とも異なる文化の国を舞台に様々な趣向を凝らした作品があります。おとぎ話的な世界観と現代社会を地続きにした結果のミスマッチだとか、アラブモノ定番のぶっ飛び設定やとんでも展開は好き嫌いが分かれるかもと思いますが、今回ご紹介した王子と小鳥はいわゆる王道のアラブモノとは少し違っていて、攻めが横暴な俺様王子でもないし、美薬もよとぎも監禁凌辱もない。王道アラブにありがちなダイナミックな上展開が少ない分、丁寧に作られています。梶裕貴さんが演じる鈴木圭一は、気がついたら
奴隷オークションで売られていたおバカだけどポジティブな大学生。カジさんがフリートークで片言のセリフが難しかったとおっしゃっていますが、覚えたての言葉で懸命に伝えようとする必死さが上手に表現されていて、コミュニケーションがスムーズに取れないことが納得できる素晴らしい片言です。ハーリドやミシャーリとの日常を描いたシーンのホワンとした鈴木とは対照的に、薬抜きや濡れ場は緊張感のある迫真の演技で、シーンごとの緩急を丁寧に作ってらっしゃるなと感じました。アラブものには珍しくエッチがクライマックスの1回だけですが、物語上重要な上、鈴木にとっても大切な初エッチ。痛みと切なさと安堵と愛情がない混ぜになった心の叫びにも思える喘ぎを聞かせてくれます。小西克幸さんが演じるハーリドは懐深い包容力があって忍耐強く、優しさと慈愛に満ちて自己犠牲精神も持っている好青年。愛する人を見守る紳士系のスパダリは小西さんの慈しみのある温かい声との相性ぴったりで、声も性格も完璧な砂漠のプリンス極まれりという感じです。掟に縛られた王子のやるせなさや切なさ、大事なものほど特別扱いできないもどかしさなど、胸を打つ複雑な心模様で見せてくださってます。強さも弱さも優しさも与えられたら鈴木だって惚れちゃうよね。私もハーリオの奴隷にならなりたい。言葉が通じない相手と一緒に暮らすことで徐々に関係を深めていく丁寧なお話は、アラブものの王道からはちょっと外れていますが、ロマンチック映画のような夢のある BGM などの演出も聞いて、砂漠の国のファンタジーロマンスに仕上がっています。アラブものが苦手な方や初心者の方でも聞きやすい良作なんじゃないでしょうか。およよ、あー、おー物理的な距離ができるっていうのはなんかワクワクしますね。この後どうなっちゃうの。ちゃんと会いに来るんだろうな。怖いな。あばば、あらら、鈴木誰か圭一と呼んで終わりなんか。嘘でしょ。怖い怖い怖い。はい、怖い怖い。最後は、アニメが返事をしてくれないのはやっぱトラックになってたからなんですか。もうそうとしか考えられないんですけど。大丈夫、トラックにはなってびっくりしたよ私は。確かに設定とんでもないけど話としてすごいまとまってましたね。まあ最初トラックの5とかってすごいアットホーム感、本当の家族と会話してるみたいな和やかな雰囲気の中、突然現れる第一王子、ディズニーかと思いましたよ私は。長男だから、第一王子は兄に逆らってはいけないルールの中では王様なわけですよ。その中で育っちゃうってかなり歪みますよ。自分よりも幸せそうにしてるのが許せないんじゃないお兄ちゃん。いやだからハーリードさんがどれぐらい鈴木が好きかっていうのがいまいち伝わりにくいじゃないですか、うん、かなりこう理性を持って接してた感じが。もう本当にでもそれって大事にしてるっていうことがお兄ちゃんにバレたら取り上げられちゃうから、まあそうでしょうね、結構隠してるところもあったんだと思う。だからお兄ちゃん第一王子の第三夫人が結構肝だなと思いましたね。悪いキャラクターの横にいるモブなんだけどヒールでみたいな、すごい似合う感じでしたよね、うん、カジさんの BLCD をまだそんなに聞いてないじゃないですか。かなり喘ぎが新鮮っていうのと、あとアラブのその向こうの言葉を覚えてるから片言になるじゃないですか、うん、それが上手だなと思って、そういう言い方しちゃうよねとかここ切っちゃうよねって単語だけこうつなぐみたいなね、かぶれていく感じだってね、なかなか言わないですよ言葉を覚えてる人が抱いてくれってね、言えないです。辞書引いてねえよ、おい思えたんだよ。いやめちゃくちゃ可愛いですよね。珍しいよ言葉が通じない設定をちゃんとやってる作品。そうか、なぜかちゃんと会話できちゃったりするんだよね。拉致られて突然連れてかれた先で、実際日本人がポンって向こうに連れてかれたら周りの人が何言ってるか分かんないから、もうただただ恐怖ですもんね。いや無理だよね。っていうかなんか日本ってすごい平和だなって思いましたこんなことが日常に起こってるわけではないと思うんですけど、私すごいびっくりしたのが、途中第一王子がハーリードさんに交換条件として羊を3000頭、はい、これをやるからあいつをよこせって言って鈴木をよこせと言うじゃないですか、はい、羊と交換なんってまず思ったんですね。でそれをお兄ちゃんの言うことだから聞かなきゃいけない、うん、苦渋の決断みたいな感じで飲むじゃないですか、はい、そっか羊かと思ってまあ大体アラブもの羊かヤギで交換すること多い。その概念がなかったんですごいびっくりしましたよ。あんま映画とかでも見ないからない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 。人身人売買がお金でやり取りされる映画とかたまにあるじゃないですか、うんうん、そうではないから生き物 VS 生き物でぶつかってくる感じとんでもないです。まあでも向こうだと家畜
がイコール、まあ、財産みたいなところあるじゃないですか。でもですよね、すげえなーと思ってぶっ飛び設定を初めて知ったので、なるほどっていう腑に落ちた感じでもやっぱりトラック号の最初に将来何になりたいの話の時にミシャリ君がお兄ちゃんに対して何になりたいのって、トラックになりたい、鈴木のトラックにっつって、まあちっちゃい子がね将来電車になるみたいに言うみたいな感じじゃないですか、うん、だからなんかその可愛らしいところも残ってるけれど、いや鈴木近くにいるのよっていうのと、ところどころでそのトラックの話出てきましたけど、うん、私本当にハーリドさん次会う時トラックなんじゃないかなハーリドの命が宿るトラックになって登場するのかなって思うぐらい運転してくんでしょミシャリ君が。いや運転とかしなくてもいいです、自動運転で一番最後のトラック6の最後に手紙のやり取りを鈴木くんとハイドくんがしてて、ミシャリーがこう手紙が届いたよ鈴木からって言ってきて終わるじゃないですか、はい、なんでお兄ちゃん返事しないの、私はトラックになったのと思って、だから返事できないのと思って、なんか脳内ではもうミシャリーくんがトラックに向かって手紙が来たよこれは何トラックの匂わせなのみたいなでもこれあれですもんね、あの原作が山中彦先生ってことは漫画なんですよね、漫画です、ということはきっとビジュアルがあるからおそらくトラックではないでしょう原作は見たことありますか。あるある、原作と全く同じ感じなんですか。はい、じゃあなんか気持ちよく聞けそうですね、初アラベモノカジさんがあえだ、かなり切ない感じでしたけど、いいシーンに合わせた受けだったと思います。でクミさんの王子がまあ似合うから、それでペッさらっと聞けてしまいましたね。今日もしの先生ありがとうございました。ありがとうございました。またいつかアラベを楽しみにしてます。それでは皆さんごきげんよう。それはインドだよ